実は室内でも日焼けをするという言葉ご存知でしょうか。プルサワンフェイシャリスト吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は9割の方が知らない室内日焼けのお話というものをしていこうと思います。今日の動画はシミが気になる人、老化したくない人、真っ白な肌をキープしたい方に見ていただくと、あなたがおそんなとこでも日焼けするんやったんっていうのを知っていただいて、そしてこれからの美白にねつなげていただけるお話になってますので、最後まで見てみてください。外にいてて日焼けをするっていうのは多分イメージがつきやすいと思うんです。でもお家の中にいてて日焼けをするっていうと、え、そうなんですかって知らなかったっていうお客様が結構多いんですよね。で、例えば屋外の日焼けって日焼けしたなっていうの分かるじゃないですか。赤くなったりヒリヒリしたり、まあ、すぐ黒くなったりっていうのが分かると思うんですが、家の中にいてる日焼けって気づかないんです。蓄積していく感じなので、ある日あれ、なんか人より老化してるみたいなことになっていくというイメージで、一気にガッと日焼けの影響が出ないから、気づかなくって、知らない間にあらあらあらってなっていっちゃう感じなんですよね。で、油断しているのが家の中なんです。あと曇りもそうだよね、まあ、とりあえず油断したら、油断しているのが家の中とか建物の中にいてる時で、レースのカーテンしてるから大丈夫みたいなことをおっしゃったり、遮光カーテンしてるんでって言うんだけれども、実は UVA っていうのは家の窓とかカーテンとか車の窓ガラスもすり抜けてくるんです。で、すり抜けてきて家の中に入ってくるんだけど、この入ってくるのが UVA っていう紫外線でね、この UVA は蓄積していって初めてわかるっていうとこなんですが、なんか蓄積していくとだんだん張りがなくなっていって、だんだんシミができてて、だんだん老化のスピードが速まっていくっていう、そんな感じなんですよね。だから家の中にいててもカバーはしないいかんというとこなんですよ。でも家の中って安心しきってる方が8割9割を圧倒的に安心してはるんです。まあ、さっき言ったあの曇りの日とかも、あと冬の天気の悪い日なんかもそうなんですけど、これはね、太陽の遮光角度とかも影響してくるんです。で、例えば夏って太陽がこうビューと昇って、真上からバーって照らすから、窓から入る紫外線ってちょっと少ないんです。でも冬ってこうちょっとこう斜めから入ってくるじゃないですか。太陽の位置が低いんでね。そうすると、まあ、入ってきた時に結局いつものリビングのカーテンの際にソファを置いてると、そこが日焼けゾーンだということを知っていただきたいなって思うのと、あとね、部屋の中でも白い壁とかフローリングとかは結構気をつけないといけなくって、紫外線って白いものに当たるとめっちゃ反射するんです。だから雪山が日焼けしやすいというのは一つはそれでね。ってことは、こう火が入ってきて、紫外線入ってきて、白壁とかフローリングでこう反射してわーってなってる中に自分がいてるから、全身から紫外線を浴びているという環境が出来上がってしまうんです。ってなったら、ほなどうしたらええんやっていうと、もう分厚いカーテンを閉めていただくのも嫌やん、太陽の光入れたいし、じゃあ家の中でも日焼け止め塗っといてねっていうところに落ち着いていくんちゃうかなと思ってて、なんか私はお客様に一日家でダラダラしてるアメーバーになる日でも日焼け止めはつけといてくださいっていうことはお伝えしてるんです。で、まあ家の中にいてたらそんな汗かくことも少ないと思うから、家の中用の日焼け止めってことで SPF は20ぐらい、まあ17から20ぐらいのもので、外行くときは30のものっていうのを分けてね、持っていただいたらいいんじゃないかなと、そんな風に考えてます。美白をキープしたい、老化したくない、ちょっとでも老化を遅らせていきたいって思う方は、室内の
っかり日焼けっていうのも意識していただくと、老化のスピードを遅くする、止めることはできないけど遅くすることができるし、紫外線の UVA の蓄積っていうのもカバーしていくことができるので、面倒くさがらずにぜひ家の中でも日焼け止めをつける。うちのお客様で一番優秀なのは家の中で手袋して日焼け止め塗って、リビングとかにいる時にはちょっとサンバイザーしてはったりとか、夏用の麦わら帽子かぶってますとかいう人もいるぐらいなんです。このうっかり日焼け、室内日焼けっていうのをどのぐらいカバーできるかで、あなたの美白度っていうのは決まってきますので、お家の中で油断しないっていうのを意識してみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。吉原亜美のチャンネルでは再生リストの方にカテゴリーを分けて投稿していっております。チャンネル登録から再生リストをチェックしていただいて、あなたの毎日に必要なことがあればぜひ取り入れてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。